夕飯の買い物に来たのだけど、何を買えばいいかわからなくて。必要なものがあったら教えてくれるかしら。ああ、ごめん、私の当番なのに。声だけで嬉しくて泣きそうになる。メイの好きなものを買ってきて、帰ったら何でも作るから。考えろってこと？わかったわ。初めて電話かけてきたと思ったら夕飯の買い物かよ。この先なんてわかんないけど、今はこの気持ちを大切にしたい。ごめん、まつり、私帰らなきゃ。あ、私が払うって言ったのに。これくらい平気だ。っていうか、もうあんなバイトすんなよ。祭りが辛い思いしたら私だって。ちょ、急になんだ。やっぱりダメ。何が？ゆずちゃんは私だけの。え？お姉ちゃんだもん。見てたらどうすんだ。ん？どう思われたって気にしないけど。